はい、冒険家の皆さんおはようございます。今日はですね、今有料版なんですけど、Google の、Google Meet ね、それであらかじめ、ブレイクアウトルームを作っておいて、でしかもそのブレイクアウトに、それぞれのブレイクアウトに、もう人をですね、誰がそのブレイクアウトに行くかっていうのをあらかじめ、割り当てておくことができるっていうことね、ちょっと僕最近まで知らなかったっていうか、1時間前まで知らなかったんですけど、でそれをちょっと見つけたので備忘録として書いておきたいと思います。はい、今3時のところにちょっと来てるんでね、ちょっと例えば4時のところをカチッとクリックして、あ、ちなみにこれすみません、 Google カレンダーですね。ご存知の人いると思いますけど、 Google カレンダーなんですけど、そこに、適当に、TTC B コース、はい、とか、入れておきますよね。それで、これね、毎回、Google Meet でやってるんですね。なので、こんなふうにします。で、ここにですね、歯車の設定マークが来てますんで、これをカチッとクリックします。で、その今のね、僕のやってるコースがまさにそうなんですけど、申し込み者が100人以上申し込んでいて、で、それぞれの班がその8人ずつに分かれて、毎週その同じ班の人たちでディスカッションをしてるんですね。なので、今学期は実はもう皆さんで自分で Google Meet を作ってくださいねって言ってやってたんですけど、そうすると僕たちが巡回するのもすごく大変なんですよね。なので、同じこの Google Meet の中で、ブレイクアウトルーム作っておけば行くのも簡単なので、来学期はそういうふうにしておきたいと思うんですね。で、そうするときに、さっきのね、このビデオコールオプションズって歯車行きましたよね。ここのでブレイクアウトルームっていうところに行って、僕たちの場合は今ね、15人、あ、すみません、班が15個まであるんですね。で、これで15個まで入れると、ここのメインコールの下にこういうふうに1から15までね、そのブレイクアウトルームができるんですよ。なので、そこのそれぞれのところに、例えばもう適当にね、村上アットマーク Gmail.com とか、すみません、これ本当の僕のメールアドレスじゃないので送らないでくださいね、こういうところにね。他の人に迷惑だから。てか実在するかわかんないけど。はい。あと、よしふみ gmail.com とか。こんな感じで、参加者のね、メールアドレスをこういうふうに入れておくと、で、そのホストがね、この Google Meet をオープンすると、Google Meet の中で、このブレイクアウトルームをオープンすると、その人たちが自動的にこの指定された、ブレイクアウトルームに行くことになるというわけです。はい、Zoom みたいにね、自分で好きな部屋に移動することはできないんですけど、さっきも言いましたように、僕が今やってるようなコース、例えばその10週間とかあって、それでその人数全体としての人数は多いんだけど、それぞれの、小さい班を作ってね、8人とかの班を作って、それで毎週同じ固定した、メンバーで、小グループでディスカッションするとか、そういう時にはこれ非常に便利なんじゃないかと思います。ちなみにこれも今ですね、これでセーブしておいて、それでここがですね、ここのところで does not repeat ってありますよね。これを例えば、今、does not repeat になってるから、weekly on Monday とか、それを10回とかやる場合は、毎週、every one week ですよね。で、10回やった後で終わるっていうふうにするときは、こういうふうにしてですね、これで done にすると、10回ね、毎週、同じ、ブレイクアウトルームの設定で、毎週同じ、同じ設定のGoogle Meet を開くことができるというわけです。で、その毎週同じ、その毎週 Google Meet で、ブレイクアウトルームを開くと、その同じ人たちのメンツで毎週小さい、班で、ディスカッションができるというわけですね。はい。でも、ここでセーブは今ちょっとしませんけどね、これ嘘だからね。はい。ここでもしセーブを押せば、そういうことができるようになるというわけです。はい。以上です。ちょっと備忘録としてね、自分で、自分用にメモとして書いておきました。はい、それでは失礼します。